はい、はい、なんか早かったね、今ね。はい、早かった、びっくりした。それでは始まりました、桜井雄志のセンスを磨け。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょよいしょ、始まりました。ちなみに俺1回目の歌うま、青いジャケットは着てましたけど、ジュジュは歌ってないからね。ジャーニーだぞ。ジしか合ってないからね。ジャーニーだぞ。ジャーニーね、あの清水翔太のジャーニーを歌いました。今日はなんかどこぞの社長かそう、俺今日サラリーマンみたいでしょ撮影やったんよ、ゆうしさんは今日。そう、今日 Y プラスの撮影で、なんかグレーの服を着なきゃいけなくて、ちょっと今日はこういう感じで。あ、そんなんあるんですか。そう、なんか服の指定がブラックのジャケットとグレーのジャケットみたいな。外回り営業してきてないで。外回り営業してる人がウブロつけへんからな俺の隣はそう、ユーマだよ。チーフかわいい、見てくれてるね。なんか歌歌ってほしいみたいなのが多かったね。でも俺今日めっちゃ風邪ひいてんのよね。お前もでしょ。はい、大阪風邪というか喉がね。俺も鼻詰まってるし喉が痛い。仲良くない。え、全然仲良くないじゃん。敬遠の仲言われてんねんからな、もう。何だか先生。あ、ジューシューさん。一つ言うなら、こいつが俺のことを好きなだけだ。うん、ただただね。嘘。わからんかな、うん、青入れてんけどな、わからんか。全然わかんないでしょ。わからんな。これ俺が知ってる。わかるかこれ。うん。わからんか。わからんな。そうか。青入れたんやで。鼻かみたいやん、もう鼻詰まってんのよ。わからんか、うん、まか。12月は定休日以外で。年末ちゃうんすか。年末31から休みです、うちは。そうなんや初見やわ、完全に初見。俺今聞いたん全然知らんかった。大阪のどこの人。大阪は大阪や、大阪のど真ん中や。かわいいな。中央区、中央区。花セレブ違うんで。スコッティやわ。スコッティやわ。花セレブ用意しといてくださいよ、本当に。セレブなんですから。スルースわスルースわユーマ、直樹目指してるんでしょ。うん、票なんか4票ぐらい入ったぞ、俺。直樹じゃね？誰から？初回のお客様から。そうなんだ。今週1週間結構多いよ。若い時の直樹に似てるって言われてたよね。めっちゃ言われるっすね。めっちゃ褒め言葉や。そう、めっちゃ褒め言葉っすよ。俺も似てるって言われたもんな。今日だってね、兄弟みたいって言われて。その後、直樹さんにも、なんか直樹さんと勇姿を足して2で割った感じだよね、みたいな。何も喋られんかったもん。照れるっていう。ただただ照れるという作業。お疲れです。めっちゃいいやん。乾杯。今日二人だけかな。全く似てないよ。似てないと思うねんけどね。でもなんか画面を通すとなんか分からんくもないよね、ちょっと。肌の色は似てますね。似てないだろ。黒い。一緒にすんの。2人、なんか4人とかの方がいいのかな。いや、今日声もかけてないな。いや、2週間声かけてないですけどね。え、そうか。2週連続2人放送やけど、みんなはあの今まで出た勝手にレギュラーみたいな感じになってるけど、この子見たいって子はおるのかな、見てる子で。ねえ、なんか出してよみたいな子いたら
みんななんか緊張しちゃうのよね、うん、ニコ生すごくしょうがない。葵ね、葵葵また出す葵よ、はい、うん、そんな大阪の話でなんかリスナーさんすごい盛り上がってるけど、これ多分拾って面白くないのよね。殺傷事件のところやろ。そうそう、緊張するんじゃない、やっぱりこうなんかテレビみたいな感覚なわけじゃん、これ画面を通してみんなと喋るみたいな。一人の時はマジで緊張したっす。あらしい、あれやばかったっす。俺もやったことないからね、一人はマジでやばかったっす。一人だったらもう俺はずっと喋ってると思う、あれこの人たちとずっと喋ってると思う、質問に答えるみたいな。マジで緊張した、一人は。しかもまだニコ生して3回目とか4回目ぐらいなんですよ。全然慣れてない状態で一人でやってって、あれやばかった。一人の方が楽なのかな、まあ、でも一人でもできるよね。でも実際こんだけコメントくれたら、でもコメントがもしなくて1時間放送しろって言うとできる。無理っす、あげろ頑張るっす頑張りますよ、すごく頑張ることは頑張る。いやいや、コメント来ないんだよ頑張るっすよ多分、ま、マジで多分止まると思います。マジで止まるっす。だよね、だよね、絶対止まる、絶対止まるっす。コメなし1時間無理だよね。一人コント始まるよね。あ、ツイッターで1月1日やってますかって聞いたものです。え、覚えてないですか、ユーマに。いやいや、来てないです、来てないです。ユーさんちゃうんすか。俺か、俺ツイッター見てねえわ全然。うん、デキラボールあっても無理でしょ。俺一人でデキラボール食って酔っ払ったよって何が面白いコメントないけどつって40分後くらい寝るでこうやって絶対寝るから、うん、でもいいじゃんね、俺の寝るのを見てるっていう回、ずっとこう下向きそう、下向かないように横になって寝るからすごいコメント来たんですよ。勇士よりユーマが格下なのだから敬語天然さなのって社長だわうちの店のそこの段階から初期すぎるやろそれ。その段階から生意気だけどな、それでもこいつは本当に最近丸まったっすよね。返してくれたよ。え、返したの俺ツイッターで。俺じゃなくないって言ったらリュウジじゃない多分返したの。俺ツイッターで絶対そうっすて。コメントの返し方とか分からんもんね、機械弱いから。うん、すいません、ツイッターほんと分かんないんですよ。インスタはやってるよ。インスタ、そう、てかインスタを t.s4、うん、違う、インスタ有志0409、自分の誕生日有志0409で、あのなインスタやってるからフォローしてください。さあ、一番ツイッターじゃねえや、インスタが上げるんだよ。上げるっすね。最近ブログも更新してるんですもんね。あ、ちなみにな、あのブログの最近の今日のコーデあるやろ、あれしカメラマン誰か知ってるか。俺やで、あれ俺やで。この前わけのわからんビルで撮ってるからな。俺毎回いいっすね、そこいいっす、いいっす、あ、いいっす、ゆうさんもっと笑顔っす、笑顔っす、あーあ決まったっす、これ毎回やってるから、これ毎回やってるから営業終わりに。だから背景がね、前の店のビルの方がいろいろ背景があってよかったんだけど、いいね、今ないんだよ。ユイさん入れない日ってない？俺がいない日ってことかな。まあないっすよね。ないね。たまに撮影でちょっと遅くなる時あるけど、だいたい8時、9時までには入るかな。いるっすよね、うん、そうなんです。待ってるよユイさん、チロルチョコめっちゃ遅くなったけど気づいてたよ、俺たちは気づいてたんやけど、チロルチョコをね作ってきてくれた人がいてね、うん、伝わらねえかそう、食べてます、美味しく、ありがとうございます。遅くなりましたけど、俺家具ねこだわらんのよね、あんまり。あ、そうなんすか。でも最近こだわりたいと思う。なんか何にっすか、何の家具っすか、ベッドっすか、ソファーっすか、カーテンっすか。家具ってなんかもう何でもインテリアだよね、言ったら。はいはいはい、だから家の中、うち結構シンプルじゃん、はい、どちらかで言えばシンプル系、ね、そう、すごいシンプルなんだけど、なんかそう、俺めっちゃおしゃれな家に住んでそうって思われるってんと思うんだけど、全然普通。鏡はめっちゃでかいけどな。あ、そうだね。で、鏡はでっかいのを買った方がいいんだって。わけわからんぐらい鏡でかいから、ほんまに。そう、全身映す、映った方がいいらしいよ。やれよ、お前。何ですか。でっかい鏡を、あの、買えよ。鏡ですよね。鏡は全身鏡ですよ。ユーマはヤンキーみたいな部屋に住んでる、うん、ヤンキーみたいな部屋のその基礎を教えてくれ、基礎を俺に。
その基礎がわからん。今ヤンキーに憧れてんの？全然憧れてないっす。ヤンキーこんな髪します？こんななんか焼きそばみたいな。顔つきがヤンキーだもん。これ今日はな、後ろで縛ってるからな。でもお前のその髪型なんかいい感じだよ。逆向いてみてよ。そのソバージュっぽいとこ。いい感じだよ。でこう、一気にグッて巻いてるから。良い。良い。社長から良いもらったわ。な、髪切んなよって言われてさ、この間女の子にさ、いや、ユウシさんに髪切んなって言われてんだよって俺のせいにしたよな、この間。え、じゃあここっすよ、ここ。え？ここ伸ばすとこ。あ、そこ、ね、あ、そこの話？そこの話で。めっちゃ俺のせいにしてんじゃん。女の子に言われてさ、いやいや、そう言ったけど。いやな、ね、今うちの店にはそんな髪長いやつも、まあホストで今ロン毛流行ってるわけでもないし、ロン毛似合うやつもなかなかいないから、お前その路線で行った方がいいよって言ったら、それをなんか。いや俺に言われたから髪切れないんすよみたいなことを女の子に言ったって言われて、そんなこと言ってねえわ。メンズラクルに乗ってるよ。先月かな、先月か先々月にあの有名ホットさんの家紹介みたいなんで、ユウシさんの、あの家が乗ってるよ。ああ、乗ってるね。シンプルな家が、見てください。これストライプじゃない、これチェックやで。この俺のスーツもね、今細須での見た。なんだよ。なんかもう乗ってたんだけど、独占企画、独占企画です。あのさぞかしゆうしさんだけなんやろなと思ったら、全然知らん人とかびっくりしたさね。なこれオーダースーツをホストスの企画で作ってもらって、めっちゃ綺麗に作ってくれるとこだから、男の子スーツ作りたい人いたら、なんかね、まあ、靴下赤やからな。丈足りてねえよ。丈足りてねえよって言わない。ギリギリラインが好きやから、ゆうしさんは。見てください。いや、ほんとすごいかっこよく作ってくれるところだから。丈短今短髪別に流行ってるわけじゃないっすよね。なんでどこ書いてあるの？377っす。短髪が流行ってる。なんでなんだろうね。あ、ホストでもなんかちょっと短髪増えてきたよね、だんだん。着る気はないけどね、サラサラ。あんま短くしすぎるのは良くないんじゃないかな。ホストに来る子結構長い子の好きな子多いからね。実際おるっすよね、ホストしてる子が好きみたいな。俺のプライベートでお気に入りのブランドはアトーとかガラーベントとか、あとなんだろうな、トム・ブラウンとか。うん、かっこいいよ。やって、ググれ、まあ、勉強した方がいいんやな。ちょっとこれちょっと、もうおしゃれに疎いのよね。もうちょっとおしゃれになったらかっこいいよっていつも言ってる。イタリア系なんだ。イタリア系なんですか？イタリア系じゃないの。イタリア系ではないんですね。このスーツはイタリア系だけど、イタリア系。俺が好きなのはモード系、そう、モード系が好きなの。よく分かってますね。モードな感じが好き。メンズナックルに乗ってる。知ってる。知ってる。ミレイ君。俺が裏パンですか？そう1週間ぐらいその研修に行ってたところの店のすごいイケメン君なんだけど、ミレイ君って多分と東京にね、来年ぐらい出てくるって言ってたから、行ってあげて。ブラックパールすっごいいい店だから。ほんとすごいよ。また店舗が増えるよ。ユウシさん香水つけないっすね。つけなくなくない？ほんまっすか？あんまつけないけど。ケンゾーさんがむっちゃつけるじゃないですか。あいつすごいよな、はい、あいつ初回つくなる。前回ピッ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 ピピライオンハートって言ってるから。ピピピピピライオンハート。女の子にいい匂いするって言ってよ。ライオンハートって言ってるから今日。ライオンハートって言ってるから。ディスってる、ディスってる、あとチクロ。全然ディスってない。全然ディスってない。身長さえ高ければ完璧だったのに、なおやめろ。ディスってるのそれ。それ完全にディスってるな。完全にディスってる。大変なんだよ。撮影の時背伸びしてんだから。そうなんですか。けど最近も履かないですもんね、これぐらいのヒールの靴。そうだね、もうしょうがないね。座だから今日も多分身長高い人の撮影だったから、はい、レギスさんじゃちょっと座っていただいてるから。俺は椅子に座るんだなと思って、こんなんして撮影してたら。レギスさん立っとったっすもんね、こうやって普通に。そう俺黒へ。あ、もうタイミングで CM なんで、てか今日多分終わり間際ぐらいになんか歌ね、ちょっと2人で歌っててなんか頼まれたらしいんで、なんか一緒に歌うんで考えておいてください。それでは CM どうぞ。
今日ちょっと会いたいな。よかった。うわもうすごいすごかったやろ。びっくりした、急にやられたわ。何本打ち合わせない、反省会してるっすよ毎週。ええー、そうそうそう、びっくりしたわ、急にこんなんされたから。いやなんか最近なんかこうリコ生すごいなんかやりやすくなってきたなこいつと思ってたら、多分反省会してるらしくて、毎回毎週反省会してるよ毎週。そうそうそう、いややっぱそれ大事だな。俺も最初やってたし、うん、今やってないけど。はいはい、直樹さんやろ CM な。やっぱり今はい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 、わかんない、もしかしたらユーマの方がかっこいいじゃんってことかもしれないじゃん。あもしかしたらなわけねえだろってくる。はいはい、やめろやめろ。結構他の店舗も見る、他のあのニコラも見るんですけど、うん、結構荒れてますからね、他店のあ、なになにコメント。はい、そうなの、めっちゃ綺麗ですよ。だからそう考えたら荒れないよね。そう、見かけって、おいお前らチビしか言わねえんか。怖い怖い怖い。一番面白いニコナイトの番組はお前見てるもんね。俺はセンスを磨け、クラブ直樹、うん、金持って市長、うん、あとはジャックに仕上がれ、ホスグラステーション、ちょっと古いけど、あこれぐらいしか見てないけど、まあ、ランキングが上位これやから。そうなの。しかも YouTube の再生ランキングやばいっすからね、さくら勇士のセンスを磨け。嘘でしょ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 。うわすごいすごいすごいよ。直樹さんがだいたい1000オーバーなんですよ、うん、で他のところが28とか29とか42とかなんですよ。3400くらいいきますからね。ここ直樹さんがいくつだった。1500。全然いってないよ。1500半分以下やないか。直樹さん1500。そうなの、いつになったら届くんだろうねそこにね。1500分かんないですよ、1時間っていうのもあるしね。あそっか、じゃ1時間枠いつ開くんすか。ほんとちょっとだから僕たちの敵は金持って視聴ですよ、30分番組やから。あそっか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 、あのね、あでも彼の番組は荒れてそうだね。見たことないけど荒れてそうだねっていうのだけはなんとなく伝わってくるわ。大変なんだろうなっていうそのコメントの拾い方とかね。どこ拾っていいねみたいな。でこれ本当にあの多分抽象してる人って分かんないかもしれないけど、これこう見るじゃん、こうバーンみたいな。なんか抽象あると傷つくからね、そのためにちょっとだけ。マジかと思うもんね、拾おうかなと思うもんね。やめてあげて、だから荒らすのはかわいそうだね。いい子だから、あの子は特に。けどなんでか分かんないですけど、うん、最近まこさんに会ってないですけど、これだけ聞こうと思ってるんですけど、な、うんでか分かんないですけど、マイク持ってます、ずっとマイク持って喋ってます。どういう意味、どういう意味、分かんないです、あれだけはほんまになんです。放送中にってこと、ずっとこうでね、マイクを通して喋ってるんです。あれだけは分かんないです、ほんとに。あれだけマジ分かんない。俺も思ってたみたいに。初めはね、初め分かったんですよ、なんか顔をまた変えはったじゃないですか、まこさんは、うん。でそれでなんか声が出にくくて、マスクしてて声が通りにくいからっていうのをやって、マスクしてたの、マスクしてたんですよ、うん、でマイクをつけとったんですよね、うん、まだわかるんですよ、うん、もう顔が完全に治って元に戻ったのに、今も現在なおまだマイク通してるんで。ハマっちゃったんだろうね、俺マイク通す。あれだけはわかんない。じゃあ多分俺もそうなんだけど、なんか流行りを自分で作りたい願望って多分めっちゃあると思うんだ。マコさんすか。そうそうそう、はい、だから俺マイク使ったら誰かニコ生でマイク使うだろうみたいな。ああごめんね。え、けどバカにしてるわけじゃないからな。俺店で使ってるライター、誠さんのライターやからな。確かにね、今もあっち入ってるけど、店で使ってるライターは誠さんのライターやで、俺もらって。そうなんだ、いいこと。聞いてみなよ今度、何のマイク使ってるんですか。いらなくないですかマイク。誠さんどうしたんすかって。そうそうそう、俺真似してるかもしれない。面白いから聞こうよ。あ、そう、言うの忘れてたけど、ごめん、めっちゃ話変わるんだけど、クリスマス、あーもう言っちゃうんすね、これすごいよ、聞き、すごい、これすごくないけど、すごいよ。あの、去年のクリスマスイブに見てくれた人いるかわかんないんだけど、ま、言っていいんかな、これ24日に、あの、なんかドラマが、うん、あの、放映されるんだけど、それに、センスのメンバーバーって出ることになったんで、24日の
まだちょっと内容は言えないですけど、ドラマバレへんのよ。そうそう、見てください。手だけ言っとくよ。ああ、言っとくよ。気にしといて、気にしといて。意味わからんぐらい早起きしないといけないんだよ。クリスマスのドラマこうやってこばーん調べて全部録画しといて。自分らがびっくりするぐらい早起きやから俺ら。出てくるから。意味は営業終わってわけわからんぐらい早起きやから。連絡来たんだけど、朝8時から夜の10時までぐらい。ふざけんなと思ったけど。その日の前営業ね。死ぬと思って。死んじゃう。突っ込めねえわ、今読めたの。そこは突っ込めねえ。クリスマス誕生日なんだ。クリスマス誕生日の人ってちょっとなんかね、かわいそう。損してるんですよね、2つもらえないですもんね。これはちょっとかわいそう。小物なのに大物キャラも言われてんの。え、全然鼻につけます。おる、かまへん。よく言われんだよ。よく言われる。さすがに慣れてくるって。ずっとホストやってそうやって言われてきててんから。俺も言われてきたんだから。鼻につくやつが伸びていくんだから。ああ、まあ、生意気な時は殴るけどね。だから心配しないで。クリスマスはイベントするね、多分。でさ、あと8分っすよ。あ、何歌うの何歌うの何も出てこないもんね、だってね。番組でジャーニー歌えんの？ジャーニー無理っす。早く会いに来てよ。会いに行きたいっていう人は早く。マジで歌のコメント早く。ちょっと電目あった。何しようか。尾崎は歌わせないでよ。尾崎は歌わせないでよ。だって北影ももう歌ったからもう飽きてる。もう店でずっと流れとるわ。北影あれはなんだ。何ですか。風雨ジャーニー。風雨ジャーニーどこに書いてる。いやいや、わかんない。風雨かジャーニーか、はい、あと何。お前歌えるとは俺わからんもん、ね、いや、ある程度は歌えるっすよ。北影歌えんじゃん、お前。そういえばな、北影は歌えるっすけど。北影か風雨どっちがいい。北影、風雨。マキシマムザウォルズは絶対歌ってなさそうじゃん。お前それイジリアでそれ。絶対歌わないじゃん俺。両方わからない。キンキキッズ結構いろんなの好きな人いるんだね。両方知らないのね。スマップ、もう北影はいらないな。だよね、俺も思ってたんだ、ね、いや、まあ、それめっちゃ思ってるって。俺もめっちゃ流れてんから。そうだって。どうしたらいいん。歌わないよ、もう。なんか誰かなんかそれいいそれにしようみたいなないの。困るわ。キンキキッズは、あ、サザン。嘘でしょ、そこで止まる。サザン、最近の歌にしてよって。わかった。ワンオク？あれなんだっけ？ベンネバーユーアーっすか？歌えるんすか？知ってんすか？ベンネバーユーアー。知ってるよ。あ、知ってんすか？知ってるよ。歌ったことないけど。なんていう曲あれ？なんていう曲入れて、はい、お前好きなんだろあれ。直樹さんが歌ってたんだね、あれね。そうそう。直樹さんが歌ってるの見て、こいつ多分覚えて、俺もなんか誰かにそれ言われて、聞いて、歌ったことないっていうか、たけえわあれ。あ、オンリーヒューマンにします、オンリーヒューマン。あー、いいよ。オンリーヒューマンの方がいいでしょ。うん、ナオキングが歌いすぎて飽きた。今週も歌ってたからな、先週。そうなの、はい、そうなの。じゃあやめよう。もう俺ら消化試合になるからやめよう。これ入れて大丈夫ですか。オンリーヒューマンでいいですか。すいませんけど。マイクもう一本ください。あと、ちょエコーもらっていいですか。あの鼻声なんでちょっと下手くそとかコメントしないで。こんな始まりだった。君の向かう岸に笑みがあるという日。音ください、もうちょっと。悲しいな。誰か亡くなったのかな。悲しいな。何個でいくんですか。2でいくんですか。2でいこう。君の
向こう岸に微笑みがあるというよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。